どうぞ。あー、わかりこ日本人です。世界に連れちゃったんだ。チャラがアヤトは私のことを信じれない。俺の一つ疑問は、まあラウラが日本人と韓国人と中国人見分けれるのかどうかっていう質問よね。俺がね、見分けれると思う。動き方、マナー、ちょっと見たらわかると思う。韓国人結構わかると思うね、韓国人の顔。なんで私のこと信じれないの？だって俺でも結構難しいから。いや、ラウラそんなできるなんて。じゃあ見てみよう。写真を準備したからそれを見せるから。 OK、 ちょっと待って。だけど私買ったら何がもらう？買ったら、頭皮マッサージ1分間してあげる。頭皮マッサージ、こっち？いや違う、頭。いや、こっちをしようだし。いや、まあまあ、頭でもいいし。じゃあ、それでいいよ。頭のマッサージ1分だけで。いや、これめっちゃ、そうそう、めっちゃリラックスする。これは OK。 はい、最初これです。やっぱ目違うね、韓国人と日本人と、中国人、日本人。おお、正解。これは難しいでしょ。これは難しい、これは分からん。パッとで見たら私中国人いたい。あ、中国人。ファイナルアンサー。はい、ブブー、韓国人でした。いや、次はこの人です。いや、ちょっと迷ってる、まあ、韓国、ちょっとまあ難しい。韓国か日本か、うん、韓国人です。ファイナルアンサー。はい、マジ日本人。いや、これ中国人。マジ、やっぱ難しいんだよ、これやっぱ。私の自信なくなってる。私めっちゃ分かると思ってた。次はね、ちょっと特別な問題です。どうぞ。あ、いや、あとごめんだけど、タコの糸はキッシュしてるじゃん。絶対に分かりにくいじゃん。まあ、女の子は日本人、この男の糸、まあ、もうキッシュしてるから、で、髪の毛だけ見ちゃうね、韓国人。ファイアナーさん、うん、トントントン、だい正解。4も正解。じゃあこれどうぞ。さあ、じゃあちょっとヒントちょうだい。同じ？何が？あ、同じ同じ同じ、うん、中国人です。中国人。ファイナルアンサー。いや、今笑ってるから多分日本人かな。日本人でした。はい、じゃあ次言います。さあどうぞ。この人です。韓国人です。中国人。中国人でした。これは俺的にはめっちゃ分かりやすい。でもどうぞ。韓国人です。ファイナルアンサー。はい、正解。まあこれなんで？韓国人はその手術をしているみたいな形ある。本当に手術してないかもしれないんだけど、多分この人も、まあ、整形はしてるかもしれない。なんかナチュラルじゃない。じゃあ次いきます、どうぞ。両方同じ。あ、両方同じ。中国人です。ブー、マジ何？韓国人。いや、男めっちゃ中国人っぽいと思ってた。いや、まあ難しいんだ、やっぱり。次はサービス問題いきます。はい、これは女の人です。どうぞ。中国人です。正解。じゃあ次、まだ女の人いきます。どうぞ。日本人です。どこ？
そうだった。このポーズをちょっと日本人っぽいで、でそのまあまつげの結晶、日本人です。正解は韓国人です。マジめっちゃ日本人っぽい思わないの？いや俺、まあ、そういうことでラウラは結果わかんないっていうことだったね。次俺が当ててみるのも面白いかもしれないね。はい、ほい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 まあ日本人か。なんで？まあなんとなく雰囲気。世界です次次はい、日本人。なんで？え、なんとなくって言ったら日本人か。世界ですはいはいはい、まあこれも 100% 日本人じゃない。うん、中国。正解。はい次は、難しいの持ってくるな。まあ日本人でしょ。バッツ。嘘。じゃあ、じゃあ中国。はい、世界。分からんかったこの人。まあこれ簡単と思うんですけど。はい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 、まあ韓国なのかな。世界です。かっこいい男出したじゃん。だからワイルドな感じが好きやねまあ中国人だね。ちょっと待って、マジなんで読めないと。いやいや有名じゃないけど、だから日本人ってそういう感じで眉毛あんま残さないかなみたいなところがあるかな。髪型もそういう髪型の人が少ないかなと思って。はい次。あーはい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 、中国人かな。正解。うん、はい、日本人です。俺のこと見ないか。あ、すごめん。トゥルルン、正解、日本人です。で、今、うわそうそう、まず100円 And please don't forget to subscribe to our channel.